ミレニアム囲いとは、将棋の振り飛車戦法に対する拒否者側の囲いの一つ。2000年頃より、プロの間で、意識的に刺され始めたことにより、ミレニアムと呼ばれる。別名、三浦囲い、鎌倉囲い、鎌ぼこ囲い、東地下などとも呼ばれる。他に、神谷博史著、禁断のおっさん流振り飛車破りで、第三章、島飛車穴熊退治ホラ囲いとし、ホラ囲いとしている。 プロ棋戦では、三浦博之が用い始めた。この戦法を、プロ間で確立したことで、三浦は荒手、新戦法を表彰する、将棋大賞の増田構造賞を受賞した。また流行のきっかけを作ったのはネットで活動する、アマチュアの愛機家であったとも言われる。藤井システムが猛威を振るっていた当時、拒否者穴熊と異なり角と桂馬によって玉を狙われ、憎いために、 有力な戦法として定着した。しかし手数がかかる割には、穴熊ほど、固くなく、組み上げる手間を逆用してフリッシャ側が穴熊に組む、対応を見せられ、藤井システムへの完全な対抗策には至らなかった。また、一アナ穴熊や急戦による、藤井システムへの対抗策が確立したこともあり、2006年以降、プロ間ではあまり刺されなくなった。一例として、2017年度、 NHK 杯将棋トーナメントでは1回戦から決勝戦までの全体局でもわずか1局しか登場していない。左ゲーマーの位置に玉章を置き、金章や銀章3枚で玉を囲う。硬さでは穴熊囲いより多章を取り、串カツ囲いと同等で美濃囲いの類より硬い。また、穴熊囲いとの決定的な違いとして、 玉が相手の角筋から逸れていること、サカツラを攻めに使いやすいことが挙げられる。橋の守りという観点で比較すると、くカツつ囲いは銀と、カツラ、ミレニアム囲いは銀と甲で守っている。玉を先手八筋に置くため、橋攻めにも耐久性を持つ反面、中央からの遠作という点では、穴熊囲いくカツつ囲いには及ばない。一段玉の形であるため、 上部の攻めからには遠い、深いが、それをもってしても上部からの攻めには強いとは言い難く、これも弱点の一つである。また、穴熊と比較すると一路中央に近いため、と金攻めに弱さを見せる。上部に強くするために数のように組むこともある。ありがとうございます。